はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは。皆さんはご存知でしょうか。つむつむにはチェーンやスキル消去で一定数以上消すとマジカルボムが出てきます。このマジカルボムの中に効果付きボムというものがありまして、それがタイムボム、スターボム、コインボム、スコアボムというものなんですけれども、この中のタイムボムがスコアやコインを取る上で一番重要なものでありまして、今回はですねタイムボムが一体どれくらいの確率で出るか検証していきたいと思います。はい、検証してきました。検証はタイムボムが出る範囲の9から16チェーンをそれぞれ100回ずつチェーンをしてきました。まあ検証としては1000回ぐらいやんないと意味ないかもしれないんですけど、そこまでの時間はなかったので許してくれってことで。はい、結果なんですが、画面に出ているように9から14チェーンはだいたい20個前後出ているので 20% くらいですかね。15、16チェーンするとスコアボムも出てくるようになったからか、タイムボム率がかなり下がってます。はい、コインボムが出てくる13、14チェーンすると一気にスターボムの確率が上がりますね。それまで20個前後だったのがだいたい50個、60個とかなり多く出てくるので、逆にまあタイムボムが出づらいと錯覚してしまいそうですね。はい、ちなみになんですが、個人的にチャームの粒のタイムボム率が下がってるんじゃないかと思ったので、それも調べてきました。大体の数が分かればよかったので、9から12チェーンの計400回やってきたんですけれども、見ての通り確率は変わってないですね。まあ狙いやすい分期待しすぎだったみたいです。はい、ということで15、16チェーンは狙って出せる数は少ないので、まあ除くとしてタイムボムが出る確率はおおよそ 20% くらいでしたね。うん、少しでも参考になればと思いますので、皆さんもぜひコイン稼ぎ、ハイスコア狙い頑張ってみてください。では、はい、さすがにここでは終わりませんよ皆さん。はい、皆さんはハイスコア狙うときにボムアイテム使いますよね。ボムアイテムっていうのはボムの出現条件を一つ減らす効果を持っています。なので、通常7チェーンからボムが出てくるところを6チェーン、タイムボムが9から16チェーンで出てくるのでそれを一つ減らすので8から15チェーンで出てくるようになります。ここで僕は気になって、1個ずれるなら何かしら確率が変わってるんじゃないかと思ってしまったので、8から12チェーンをさらに500回やってまいりまして、出た結果がこちらです。変わらないですね。